はい、本日の無添加ご飯です。彼女が作った愛情カレーとこの大根、ニンニク大根を合わせて、無添加うどんを入れてます。で、カレーうどんにしようと思ってます。で、なんでこの大根を入れたかっていうと、ちょっと大根の味が濃いのでのと、このカレーに水を入れるので味が薄まるので、このカレーをなんで水入れたかっていうと、まあカレーを温めるときは、まあ2日目3日目っていうのは水入れてから温めるんですけども、さらにこのうどんを入れて、うどんを入れて茹でなきゃいけないっていうのもあるので、ちょっと水を入れました。それでカレーの味が薄くなるので、その濃さを足すために、まあ醤油とか入れるよりかはちょっと味の濃くなった、大根さんを入れることで、少しでこの大根さんの塩味、塩味をこのカレーうどんの中に落とし込むために一石二鳥でやっております。こんな感じでいいのかなと思います。ちょっといただいてみます。まず汁からいただきましょうか。せっかくなんで、ちょっと一時停止します。いきます。うん、うまい。ちょっと薄いんで、もうちょっと大根入れてもいいかもしれないけど、でもこんぐらいかな、量多いんで。いただきます。もうちょっと煮詰めるとうどんに味が染み込んでいいかもしれないです。うまっ、うまい、うますぎるカレーうどん、大根、うん、大根も美味しいです。やっぱ味がちょっと中和されてます。若干、うん、いい感じです。ということで、食していきたいと思います。いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとうございます。感謝してます。愛してます。大好きだよ。